皆さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ今回はピアニストの新ガチャが出たということで早速回していきたいと思います。これは沖縄かな、沖縄をイメージした新ガチャになるんですけれども、私沖縄行ったことないんですよ。で行ってみたいのが国際通りかな、で本場のサーターアンダギーを食べてみたいなと思ってます。体が動けるうちに沖縄にちょっと行きたいなと思ってるんですけれども、今回はですね、アイテム一覧の方なんですけど、目と服と髪の毛と頭につける飾り、いやでもね、アバターアイテムはどれも欲しいなと思ってます。でも目はちょっと欲しいかな。あと服にライカナイの使い、なんか沖縄の方言なんですかね。あとはでも背景はやっぱり欲しいですね。シンさんもちょっと可愛い。キーか。あ、沖縄で黄色のことをキー、赤をカーっていうのかな。カーっていうと、私個人的に車の方をちょっと想像しちゃうんですけど、多分そういうことじゃないかなと思ってるんですけれども、あの夏の日にっていうのが可愛いな。さあ、今回はですね、チケット、が復刻で本当は使いたかったんですけど、ちょっと期限切れになってしまうということで、7枚あるんですけど、7回やって、で無料も女の子と男の子1回ずつで、でロゴは回収できますね。花笠、琉球の花笠でいいのかな、ちょっと漢字がちょっと読めないんですけれども、合ってるかな、合ってたら嬉しいけどな。さあ男の子の方も引いていきたいと思います。男の子は何が出るかな。あ、男の子の髪の毛が出ましたね。髪の毛はですね、ちょっといただいたじゃない、ランダムでちょっと出てしまいまして、新しくはなくてかぶってるんですけど。はい、じゃあ次はチケット5、6回分かな。お撮影アイテム導く泡かった違うかな、あの夏の日に、これ結構結構ね、可愛いと思うんですよ。ちょっと手見えてなかったけど。お、R が続く。おー、かぶっ。でも R と SR は交換が難しいので、なんとも。おー、かぶっちゃった。かぶっちゃいましたね。おー、おー、え、はー、目だ、かわいい。わ、綺麗だな、細かー。うわー、これはいいわ。いやー、これ嬉しいですね。服か目かなんですけど、やっぱり目の方が可愛いな。お、撮影で、チュラ海の飛沫わからない。え、なんか R123SR1、 これ結構いいのでは。なんか個人的に紙引きをしてるような気はしますけれども、さあ、あと2回かな、チケット2枚あるので。お、ニライカナイのサージ加減、いや、違う、絶対違う。絶対違う。お、赤バーナー、幸運の赤バーナー。赤バーナーっていう花かな。
なんかハイビスカス的な感じの言い方というか、わからない。いや、沖縄の方言ってすごいよね。あ、まだ LINE が、LINE も結構、私、普通の使い方じゃない使い方をいつもしてるので、回収しておきたいですね。出た!歓迎シーサーキー。かわいい。シーサーか。あ、導く。蝶々。あ、出た。サージ。髪飾りのことをサージっていうのかな。どういう意味。おー、出た出た。赤色のシーサーの方だ。あ、そういえば髪の毛出てなかったっけ。あ、髪の毛出て、え、出てないわ。お、髪の毛揃いましたね。よしよし。いいのでは。え、だってもう目も、あ、服出てないわ。あ、服出てる。服出てる。2回目です。あ、でもチケット合わせると3回目になるのかな?これなんかすっごい、なんかチケットの分、SR まではいかない。おー!あ、でもこれは、撮影アイテムなんで、おー!いい方がいいのでは?あ、ちょうちょだ。やっぱチケット分合わすと、ちょっと多く回してる感覚が、もう SR も出ちゃってるんで。おー!シーサー。髪の毛かぶった、交換できるかな。では、この後アートグラフ作成と交換に移りたいと思います。